眠れた。じゃあ行こっか。あ、ほら見えてきた。さあ着いたよ。では針仕事とは。君よっぽど有能なんだろうね。はい、ラスト。しみるなこれ。次は岩戸台。影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。ペルソナ。どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。つか何のために生きてんだろうな。僕も君も誰もが生まれたってことが生きた意味なんだ。もうすぐ終わりが来る。だから君に伝えなきゃと思って。どれだけ続けたって私たちは諦めない。それが私の生きるだから。